スターダムは日本の女子プロレス団体。2010年3月28日をもって引退した風光の後継者として同じ芸能事務所プラチナムプロダクションに所属するグラビアアイドルの相川ゆずきが10月31日に開催した自主興業ゆずぽん祭でのプロレスデビューへ向けてプロジェクトが組まれた。その際、プロデューサーを務めるロッシーを側より風光に プロレス指導の依頼があり、当初はプロレス界から完全に身を引くことを考えていた風光だが、自分を育ててくれたプロレス界へのささやかな恩返しと相川の指導を引き受ける。マンツーマンの指導より一緒に練習する仲間がいた方が伸びると考えた風光は夢とスサイリに声をかけ、風光プロレス教室をスタートさせる。 そこに風光のブログやコラムでの練習生募集記事や、風光によるスカウトで加わった少女たちなど、後の一期生が集結する。やがて風光から、この子たちの輝ける場所を作ってほしいと持ちかけられた、ロッシー・小川が、本格的に団体の旗揚げへと動き出す。旗揚げへの動機の一つとして、ネオ女子プロレスの解散発表があり、風光は、 ネオの解散がなければ考えていなかったとコメントしている。実際には同時期に旗揚げされたワールド女子プロレス、ディアナやレーナ女子プロレスとは違い、スターダムに元ネオ女子プロレスの所属選手とスタッフはいないが、勝手にネオの後継団体と思っているという。代表に小川が就任して、風子はゼネラルマネージャーを務める。選手代表たる。 プレイングマネージャーとして、相川のデビュー戦の相手であった、高橋七重も加わり、トロイカ体制で運営する。発表当初のメンバーは、高橋、相川に高橋とパッションレッドを組む夏期対応、総合格闘家で風光とのタッグで、アイスリボンのリングを経験している、長野美香、さらに練習生6人と留学生1人を加えた11人で、あるが、相川と、 長野も旗揚げ前は一試合だけであるため、キャリアを持つ選手は事実上、高橋と夏木の二人のみである。2011年1月23日、新木場ファーストリングで旗揚げ戦を開催。所属選手のみでの旗揚げ戦は、女子プロレス団体では、メジャー女子プロレスエタシーズ以来約7年ぶりであった。また、 デビュー戦の新人同士が旗揚げ工業のメインイベントを務めたのは日本プロレス及び日本上子プロレス以降のプロレス史上初である。2011年以降のユズポンサイパッションレッド工業については協力体制を取る。2019年12月1日付でブシロードの子会社であるブシロードファイトへ事業が譲渡された。以降はブシロードグループとして ブシロードの創設者、会長、支配株主である北に孔明が、スターダムのオーナーとして扱われている。創業者のロッシー小川が、スターダムに上がる選手を、どんどん輩出したいという願いを込めたものである。ちなみに、小川がいくつか提示した、団体名候補の中から、ゼネラルマネージャーの風光が団体名候補の一つ、スターダムの綴りが一瞬。 風光がリスペクトしているダンスボーカルグループスピードに見えたため即決所属選手の大半は風光の下でトレーニングを積んでデビューした生え抜きであるシュートボクシングのシーザー事務新湖岩で開校している風光プロレス教室出身が多いが中には風光がスカウトした選手も存在する練習生には小中学生も含まれ旗揚げ当初は夢が キッズファイターとして活動していたが、現在は休業中。2013年には、第2号としてあずみが、2014年には、第3号のマーヤがデビューしている。なお、設立当初は道場を持っておらず、練習は、同事務と試合会場としても使用する、新規バッファーストリング他で行っていた。しかし、2014年12月17日、 それまでレンタルという形で使用していた01、道場をプロレスリング01と DDT プロレスリングでシェアする形で使用することを発表。2013年にニコニコ動画で放送開始されたニコニコプロレスチャンネルにて練習生を募集し番組内で練習に密着する企画も指導している。同年には6期生オーディションを実施すると発表したが、 予定されていた10月になっても行われず、結局6期生候補は従来通りの練習生が加わっている。工業の大半は新規バファーストリングを使用するが、旗揚げ半年で、後楽園ホール初進出を果たしそれ以降も、年数回コンスタントに同所で開催。また、旗揚げから2年強となる2013年4月には、 両国国技館へ進出して、同所での女子プロレス工業は2007年2月12日の LLPW 以来、実に6年ぶりである。また、同年の後楽園大会は7回開かれ、2015年は、女子プロレス界では全日本女子プロレス及びガヤ、ジャパンが解散した、2005年以来10年ぶりとなる、後楽園月1開催も予定されている。 地方でも工業を開き、これまで大阪、名古屋、札幌の他に、東北や愛川の地元四国、九州で開催されている。主催工業は、オープニングアクトのダンスパフォーマンスで始まる。これは、風子が現役時代に行っていた、自主工業、風子祭からの流れである。現在のパフォーマーは、ケイちゃんパンダで、風光も加わる。続いて、 リングアナウンサーも兼任する風光による挨拶の後対戦カードを読み上げる。シリーズ開幕の時などは入場式を行うこともある。新規場では休憩明けにケイちゃんパンダと風光とキッズによるインタビューも行われ選手の生の声を聞くことができる。全試合終了後にエンディングとなりマイクパフォーマンスが繰り広げられる。工業の主役となった選手が 全選手を集め、最後を締める。締めの言葉は、今を信じて、明日に輝け、We Are Stardom。観客と共に、両手で S の文字を作り、高く掲げる。2012年以降、所属を呼び、レギュラー選手をユニットに分け、軍団闘争を軸に展開。これらは、g o d ス e s s of s t a d o m 2011にエントリーしたタッグを、基本として結成された。 新人選手もデビュー戦を終えた後に所属ユニットが決められていたが、2013年両国大会以降はユニット参加が必須とはなっていない。また、生え抜き選手をプロテストの時期によって規制と分けて故障しており、世代間構想も繰り広げている。また、節目や記念試合においては、ユニットの枠を超えたマッチメイクもたびたび行われている。一方、 新人に対しては、情熱注入と称して高橋が、新人の壁として、シングルマッチで連戦するのが恒例となっている。所属以外のシリーズ参戦は、団体の理念に賛同した主にフリーの選手に、限られており、これも、団体の特色となっている。2012年からは、外国人選手のシリーズ参戦も目立つようになり、 ビッグマッチでの他団体選手のゲスト参戦も行われるようになった。稀に男子レスラーを交えたミックスファイトが行われることもある。恒例のシリーズとしては5つ星の選手を決めるスターダムゴスター GP タッグ王座をかけて行われるゴッデス・オブ・スターダムその年の新人王を決める一例トーナメントなどがある。他団体との交流については慎重である。 主だったものを以下に挙げるが、大半は相手側の希望に沿った単発的なものである。女子団体男子団体海外団体スターダムが1年間を通じて活躍した選手を表彰する制度。各賞はファン投票で決定される。かつてスターダムの参加だった芸能事務所。現在はビギニングプロモーションとして独立している。ありがとうございます。